うわ、うまいな。して配信いたします。先着1万名様に無料でプレゼント。全米大注目のエンターテイナー、続いてはアイルミネイト。最先端技術を取り入れたダンスパフォーマンスで一躍脚光を浴び、今や大物ミュージシャンからの共演依頼や賞の要請が殺到しているグループ。どんな感じなんだろう。実は妹には内緒なのだが、ある人の家族がこのグループの一員。すげえ、もう踊ってる。皆さんは気づくことができるでしょうか。こんにちは、初めまして、日本からやってきた妹と申します。みな、いや、マイネームズ妹。いやいやいや、皆さんがその今全米が大注目してるそのすごいパフォーマンス集団ですか。じゃあその妙義とやらを見せていただいてもいいですか。あの、いつも姉がお世話になって、で、妹です。ジェシカさん、3年ぶりです。マジで、こういうの気づかなかったよ。ベッキーの妹ジェシカ、アメリカでダンサーとして活躍しており、このアイルミネイトのメンバーでもある。いや、いつもベッキーさんにお世話になっております。妹と申します。今じゃ見てますね、ベッキーさん。姉ちゃん本当にめっちゃ元気になってますねでも今今さん聞くと全米が大熱狂っていう風に聞いてきたんですけど。そうですね、夏にあったあのコンペティション、テレビのショーで1万チームの中で3位まで勝ちました。ラスト3。彼女たちのパフォーマンスは光を使ったダンス、暗闇の中特殊なスーツを着て踊る。ちょっといいですか、見ても周りちょっと、うわ、さすがユキさんの妹だすごいポージングがスッとポーズね。ジェシカ、ジェシカ乗りやすいスーツに取り付けられた電飾はコンピューターでプログラミングされ音楽と連動、それをまとってみせるダンスパフォーマンス。それでは全米大注目のアイルミネイト、ご覧ください。ダンサーたちは光のプログラムに合わせてフォーメーションを次々と変える。これにより見ている人には人数が変化したり瞬間移動したように見えるのだ。感動しました。 ありがとうございます。ぜひ入ってみませんか。いいんですか。どうぞ。見事アイルミネイトに挑戦。ジェシカと妹の共演をご覧あれ。 We just wanna see you. Shake that.
逆さまになっている。としばらく会っていないというジェシカ、最後にお姉ちゃんにビデオレターを。ベッキー見てますか、はい、ずっともう11ヶ月ぐらい会ってなくて本当に会いたくて会いたくて寂しいです。この間泣きながら電話してごめんね。ないつも人生いろいろあるけどあなたのパワーをもらって頑張ります。また会いましょう。 Love you, miss you. Thank you. Love you, miss you. Thank you. 旅立つは続いては最強の動物を検証。地球上何万種類も生息する動物の中で最も強いものは何か。百獣の王ライオンか、地上最大生物アフリカゾウか。しかし動物マニアたちはそのどれでもない名を挙げる。最強説。怒った時の闘争心はライオンを超え、そのパワーはゾウをしのぐと言われる。そんなサイの強さを確かめてみよう。本日2度目、プレデターシールド。厚さは 1.5 センチ、重量は200キロ。猛獣の専門家ランディさん、サイってでもめっちゃ危ないですよ。そう、サイはやばい。あいつは頭が良くない。にもかかわらず全身が筋肉で、暴れたら手がつけられない。あの巨体とあの角で突進されたら、シールドも粉々かもな。